前回のはねちょっと開いちゃうので、今回はね重なり多くしましたよ。あと前回はねジグザグミシン仕上げしてたのをこんな感じにね綺麗にしました。袋縫いっていうのかな。こんにちは、うさんこです。お元気ですか？今日はこちらのティッシュカバー、ちょっとねプレゼントするのに簡単に作れて見栄えもいいもの作りました。裏もついててちょっとした贈り物にいいでしょ。前回作ったものよりちょっとねキュッとしました。縦方向ティッシュが11センチで厚みが1センチぐらいあるんですね。でこちらはね縦ね12センチなんですよ。でちょっとパンパンな感じです。未使用のティッシュを入れるとちょっとパンパンで、前回のはねゆとりがあるんですね。ちょっとねこのパンパンの方がこう見た目が綺麗かなと思って、高さもちょっと短くしました。ゆとりが欲しい場合は1センチ伸ばしてくださいね。材料はこちら、表布と裏布だけです。でなんと今回は表布に接着芯はありません。接着芯に貼らなくて大丈夫です。サイズは 17cm×21cm、 17cm×21cm です。こちらだとねぴったりサイズなので、このいちごのサイズを作るときは縦方向17センチのところを18センチにしてくださいね。お好みでサイズアレンジしてください。早速作っていきますよ。中表に合わせて両サイドを縫い代1センチで縫っていきます。もうね本当に覚えちゃえばねあっという間にできます。縫えたら表に返して、表に返してこのねティッシュ取り出し口部分のところの形を整えます。今回私は縫い代を表布側に倒しました。表布側に倒すとこの表の布がねちょっとこう前に出るっていうかですね、出ます。で裏布が 1.5センチ出るように形を整えます。このねこの当ててるの定規なんですよ。街を作る時とかにねこう便利です。こうね角が2センチとか 2.5 センチとか3センチとかねなってるんです。作家さんがね愛用してるらしいですよ。しっかりとアイロンで形を整えます。今回ねここのアイロンしっかりとかけといた方が仕上がり綺麗です。でこれで表布の方を出してもいいんですけど、まあ今回はね表布じゃなくて裏布がちょこっと出るようにします。ここも縫い押さえてもいいんですが、今回は縫い押さえません。横幅が 8.5 センチになるように布を重ねます。ちょっとね中心が曲がらないように両サイドから布を持ってきます。どちらがね上がいいかはまあお好みですけどね。中心がねずれないように気をつけます。中心ずれちゃうとねちょっとこう斜めっちゃうので、ここも気をつけて作業をします。まあいい感じでね重ねてくだされば大丈夫です。だいたい 8.5 センチになるようにしてくださいね。 8.5 センチに調整できたら端から1センチのところを縫います。ここね重なったまま1センチで、縫い代1センチで縫いますよ。もうねあとちょっとでできますからね。結構ね長方形がしっかり見える形なので、なるべく縫い目が曲がらないように縫っています。シンプルですからね、曲がってると結構目立ったりしますよね。縫えたらこの縫い目から 5mm のところでカットしていきます。ここのね端っこを綺麗にしたいんですね。なので今回端から1センチのところを縫って5mm 切ります。最初から縫い代 5mm でもいいんですが、作業してる途中でカットした方が綺麗なので、今回は
端から1センチで縫って5ミリカットすることにしました。縫い代5ミリ残りますからね。から1センチのところを縫ってで5ミリをカットします。5ミリはね、だいたい目分量で大丈夫です。縫い代の角も切り落としておくとこの後作業しやすいですよ。シンプルな作りなので割と今回ね丁寧に作っています。で裏に返して、このタイミングでね裏に返すんですよ。でよくよくねしっかりと角を出していきます。今回最初表から縫って後から裏から縫うことで縫い代が隠れるんですね。縫い代がね出ないために角もしっかり出してね形を整えます。目打ちを使ってしっかり出したら縦方向がねだいたい14センチになってる予定です。ただね14センチになったら端から1センチ端から1センチのところに線を引いて縫ってくださいね。そうするとねこの5ミリの縫い代が1センチの中に隠れる予定になっています。角もねしっかり出して、で端から1センチのところを縫っていきます。これで中も縫い代が見えない綺麗な仕上げになっていますよ。ちょっと曲がっていますけどいいことにします。で表に返して、できました。完成です。わーい。もうね本当に簡単なんです。いちごのとね比べるとちょっとね小さい仕上がりですけど、このね1センチ小さくしたのがこうティッシュを入れるとですねピタッとこう収まるんですね。若干ねティッシュが窮屈そうに入ってる感じはしなくもないんですが、見た目がこの方がねすごく綺麗ですね。パツッとしていて 2,3 枚もう取り出しちゃうとすごく収まり良くなってくるので最初だけパンパンって感じです。こんな感じでね裏も綺麗なのでちょっとプレゼントする時も中まで綺麗でいいですよね。リバーシブルじゃないんですけどこんな風にも使えます。縫い代がない分ね収まりいいですけどね、裏から入れると。表から入れるとちょっと縫い代がある部分ちょっとだけねパンパン感があります。ティッシュがね取り出しにくいってことは全然ありませんからね、問題なしです。もうね作るのも楽しくてたくさん作っちゃいました。あっという間にできちゃいます。仲良しのお友達に作ってプレゼントしてみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございます。 Twitter、Instagram もあります。うさんこチャンネルで検索してみてくださいね。ではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね。